さあ、それでは続きをやっていこうと思います。まあほぼほぼ完成してきたんですけれど、まあいろいろまだやることがあるので頑張ってやっていこうかなと思うんですけど、ちょっとワイパーの方がね間に合わないんじゃないかななんつって思ったりなんかしちゃったりして、まあ 100% 間に合わないでしょうね。なぜかそこまでやる気がない。怖い、やっぱ怖い。じゃあもう一回ね外したいんですよこれ。あー、いい、ちょい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 外すの嫌だよね。つけたり外したりね。どこをどう持っているか取れた。やっぱね、怖え。はい、できましたと。なんでもう一回外しちゃうのつって思われると思うんですけど、窓拭いてない。窓拭きの人、窓拭きの係の人。はーい、つって。そう、内側のね、窓を拭いてないから、とりあえずね、今回合わせただけだったじゃないですか。だったので、窓をね、拭いて、ホコリを取るなりなんなりしてあげない。あの指紋とかね絶対ついてるのでちゃんと取ってあげないと。ただこうやってね拭くだけだとね意外と取れてなかったりするんだよね。指紋は取れるよ、だけどホコリまでは取れないよっつってねなるんで、まあしょうがないんですけど、指紋だけはせめて取ってあげてね。ゴシゴシと。これはでも拭きやすいな。ただね、ホコリまでは取れないんだよね。エアプロ持ってないからさ、知ってた？あのさ、100均でさ、300円かなんかでブロワーが売ってるらしいの。あの、よくあるじゃない、マキタのなんかブロワーみたいな、なんかこう、棒が出てて、ここは渦巻きになっててみたいな感じの、なんかそういうやつ、それのね、なんか売ってんだって、すげえ欲しいとか思いながら、見たことねえよとか思ってさ、そんなの。ダイソーであるらしいよ、らしいんだよね。実物見たことないです。画像でしか見たことがない。見た途端に超欲しいとか思った。こういう時にさ、ウーフーってやらないといけなくなっちゃうからさ、まあそのねブロワーがどれほどの強さかは分かんないけどね。これなんだろう。あ、汚れだった。もう一回拭こう。そう、汚れがねついてるとねかっこ悪いんでね。じゃあなんだろうとか思って、ホコリ嫌でもさ乗っちゃうからさ、乗っちゃうというか残っちゃうからさ、中に極力減らしたいじゃない。これでも思ったんだけど、大体こういうのって静電気でくっつくことがあるから、静電気除去ブラシで払ってあげれば静電気とともにさよならできるんではないかしらと。やっとこっか。まあ表面はもちろんそうなんだけどね、内側もこうやって、まあですね、内ミラーに気をつけながらね、ふーって吹きながら、こんなんでいいかな。よし、では合体。まあもちろんですけど、この中のねところもちゃんとこう、ああってふーふーしてあげて、もう一回くっつけるよと。これで、おっ、おっ、おっ、よっしゃ、おらー、ありた。はい、完了です。できたと言いたいんですけど、こっからウイングをつけたりとかしないといけないので、ウイングをつけていきますか。こんな感じね。まあこれ何が難しいって、この中心を出すのが非常に難しいんだよね。こういう状態になっちゃうじゃん。バランスがバランスだからさ、これどうやってつけるって、まあ横にしていくとね、この一番大事なこれが見えないので、ちょっとここ拭きづらくなっちゃうから先にここだけちょっと拭いといてあげるか。こうやって、あ、何、なんかついた。何これ、ワックスだ。いかん、これワックス用の、ちょっと待って、ワックス用のクロスで拭いてやろう。ワックス用のクロスあった。ワックス用のクロスが一番綺麗に扱ってるので、ワックス用のクロスでじゃないや、今ちょっと違うクロスで拭いたらワックスがついちゃった。違うワックスが、普段使ってない。よし、 OK、 いいでしょう。でこれでとりあえず綺麗にして、ここはねもう手が入りにくくなってしまうのでね。でこれを真ん中を狙っちゃうよと、こんな感じで。ただこっからね
後ろのバンパーから飛び出ないようにセッティングしてあげないといけないんだけど、接着剤用意、これ一発勝負だからね、気をつけないとね。本当はなんかマスキングテープとかで止めておけばね楽なのかもしれないけど、これの止め方よく分かってないんで、もうちょっとこうなんとかなんねえのかな、こうやってなんか支えるとかなんとか。いや無理だな、こういう向きが一番いいんだよな。だけどこれだと本当に左右の具合が分かんねえんだよな。こうやって見てやるか、こうやってここのウィングのこことここの付け根のここ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、よし、横断禁止、横断禁止を引いて、ここをあんまりガチャガチャやると当面に傷がつきそうで、こんな感じでいいか、こんな具合か、どっかいい持つ、いい場所ないかな、こんなもんか、こんなもんか、こんなもんか。どこをどう目印にするかだよね。ここのステーの部分のところとテールランプの位置を合わせるとか、ウイングのこの端と端を合わせるかとか、あとこれで今こう見てるとこの向きは見れるんだけど、こうの向きとあとこういう傾きだねが見れないんだよね。だからこういう場合はもういいかなっていう場所をある程度決めてから一箇所だけまず流し込んでおこうか。これなんかここじゃない気がするんだけど、いいかな、説明書、そうだよな、ここだよな、ここでいっか。もうちょっと後ろギリギリいっぱいまで後ろがかっこいいような気がするんだよな。この辺ぐらいかな。いやこれもうウイング飛び出てる、そうすると車検通らなくなっちゃうからね。よいしょ、こんなもんか。これでまず一箇所だけつけよう、ここ、えいやっと、あちょっと待って、ね、画面映ってないよね。こんな感じで、でこっち側もやっちゃおう。やっと流れたかどうかが暗くて見えない。なんかねステーの位置はそんなに狂ってないんだけど、ウイングの位置がちょっとずれてる気がする。これはステーが傾いてるのかな。いや絶対ウイング寄ってる気がするけど、そこは見ないでください。マスキングテープ使ってもうちょっと丁寧にやればよかったかな。これこっちにこうやって倒れねえかな。ちょっとこうこんなもんか。後で皆さんねお立ち台にのね乗せてお披露目するんですけど、その時あんまり真剣に見ないでね。ナベさん下手くそやん。いや知ってるし下手くそなの。よっ、あちょっとつけすぎ。いやめっちゃ傾いてる。ちょっとこれないわ。どうしてこうなった。ほんと下手くそだな俺。これほんと苦手なんだよね。あもう最悪、もう二度とやらん。絶対作らん、もう全然作らん、もう絶対作ってやらん。絶対いらん、これいらんじゃない、もうやらん。展示会に展示する予定だからさ、見ないでねあんまり。鍋さんそりゃねえわーっつってなるから。これでもねちょっとしたねごまかし方、まあないな、ごまかし方は
ああもう絶対やらん。これもしね、これからウィングをこうやってつけようってする方がいたら、まず位置をここね、マスキングテープでこう出すんですよ。まっすぐでやる、この位置を、この傾きを出すために。でその後にマスキングテープをこう2本貼って、この辺に来るなっていう目星をつけてあげて、それからやると多分いい感じだと思うよね。あの私の失敗をね見て、皆さんがね素晴らしいキット制作ね、プラモデル生活やね、制作ができればねいいかなっつって思います。でナンバープレートを最後にしよう。でサイドミラーなんですけど、ここのねミラーをまだね貼ってないんですよね。見て、このエクボ、このエクボ、このえい、ほらひどくないこれ。このエクボこっちはちゃんとしてんのね。ないわないわ、ドン引きだわこんな。でこれを貼るか。じゃん、曲面用フィニッシュで、こいつはねこれでしっかり固まるまでちょっとね端っこに寄せておいてですね、こいつをやっていきますよと。でマスキングテープを用意します。まあ細いのでいいか。ほいっと、ほいっと、ちょっと空気抜いて、こんな感じでね肩を取って、でこれをちょっと頑張って見ちゃうか。よっこいしょ。こんな感じ。でこれを剥がすよと。あ、ハサミ。お、今日どうでもいい話がないじゃん。どうでもいい話がねないんですけど、まあ今日結構天気が悪くて、こちらの方で、だけどさ、たまにあるよね、あの雨が降るようなすごい悪い天気なんだけど、このねだいぶ寒くなってくるはずなのにやたらとあったかい日ってね、曇ってて日光出てないんだけど風があったかいんですけどみたいな。ガマゴリね、たまにそういうのあるのよ。なんか風、なんかもう季節的にね、こんな季節なのにやったらあったけんだけど、なんだろうって、今日がその日だったんですよね。まあ天気が悪いからさ、まあそんなあったかくないだろうと思ってさいたんだけどさ、すげえあったかいんですけどとか思って気持ち悪かった。たまにあるのよこういうね、冬とかでもなんかやたらなんかあったかい風が吹いてるみたいなさ。
もうちょっとボイコンでもいいかもしんねえな。じゃないと入んねえ気がするな。こっちじゃなかった、こっちゃ。もうちょいボイコンでもいいな。やっぱり少しキラキラしてる、こう今ねこうはみ出てるところが少しあるのよ、ここに。ちょっと多分それが干渉してんだよね。ナベさん、こういうのはナイフでやらないのっつって、やらないんだよね。ハサミ好きなんだ。ハサミ好きってどんなんだ。ああもう小さい。もうちょいよいしょっけ。まあミラーなんてね貼ってやればいいぐらいだからね。その平面用じゃないとダメなんすよ。いつも使うフィニッシュのやつだと、ミラーフィニッシュだとダメなんですよね。なぜかっていうと厚みが全然違って柔らかいから平面が出にくいと。まあこれだと平面が出しやすいんだよね。出しやすいだよ、出るじゃないよ。おう、なんて答え。マスキングテープを剥がしたいんですけど。剥がれた。裏面に通過をって。よちょっと取れないんですけど。いやもう。ちょっと、でん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 、イラつく。こっちから取るか。なんてことは、こっちからやったら素直に取れたわ。チェ逆。気持ちここが長いな。ここもちょっと気持ち長いけど、こうやって折り曲げたらいいか。もうこうやってどうねねっつって、でこれを貼るところまでで今日は終わりにしますかね。こっちか。ですね。まあここは案内がついてるから楽ちんだね。こうやって今つけたいんだけど、結構形が悪いね。見えるかな。面取ってあげよう。ここがピン角すぎてね、くっつきが悪い。こいつはちょっとヤスリで頑張ろう。こう斜めにこっち側に向けてやっていく。えいやえいやえいしょブルーしょよいしょ、こっち側もね。しょ、よいしょ、よいしょ、あ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ほら、しょ、しょ、ほい、ほい、ふーって、で、これで会えば、うう、今日どうしたよ、絶好調じゃん。こんな感じでつく。オッケー。ちょっとここはなんか色がおかしくなってるかな。ああ、いや、うん、いや、うん、なんか白っぽいな。あれ、これパーツって白だったっけ。よいしょ、オッケー。
接着剤を準備しておいてですね。くっつきが非常に、あ、大丈夫？よし。こうしてこの持ち方、完成になってくると結構こう持ち方って困るよね、ほんとね。しかもカメラ意識してるから余計に難しいわ。見えないようにやる方法、見えなくて良ければ何とでもなる時はあるんだけど、あーもうイラつく、イラつくよ。なんかこれでかい、こんなもんか。お、座った。パーツの合いが良くない。できた、こんな感じね。あ、今日のサムネこれでいこう。よし、まあこんな感じっすわ。もうなんかあんまり、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。この変なところ完璧主義っていうか、完璧に仕上げないんだけど気持ち悪いって思っちゃう人間だからさ、気に入らないわ。接着剤の跡とか嫌いだもん。ここはまあうまくいったわ。このやっぱこのケツが良くねえわ、ウイングが。いやー嫌だな。まあしょうがねえな。ということでこんな感じでございます。まあなかなかね作りづらいところですよね。最後ウイングとかね、ミラーの部分とかね、もっとパッチリねキットが合ってくれればいいんだけど、なんかねって感じだね。まあっていう感じで、こっちもね同じような感じでミラーをつけてポンパンってつけてね、よしっていうところなんですけど、あとちょっとねいじりたいとこは若干あったりするので、そちらもね続きをねやっていこうかなと思うんですけど、何この汚れ、次が取れた、やっていこうと思いますのでね、また見ていただけたらと思います。ということで今回のサムネこちらでございます。よし OK ということで今日はこの辺で、ダーマター。